福岡県宗像市の道の駅宗像で発表されたのは、大手菓子メーカー湖池屋と宗像市が共同で開発した湖池屋プライドポテト日本の神業九州焼きのり醤油です。このポテトチップスには1年以上熟成させ香りを引き立たせる火入れが行われた宗像産丸吉醤油の仕込み醤油が用いられています。また海の環境保全活動に役立てるため1袋につき1円が寄付されます。